さて2023年3月の5日ということで、はい、放置弥生ディープ記念、それから大阪城ステークス、それから勝負レースということで、はい、弥生賞はまた最低人気の5番コトンブルーを、押しておりますが、黒三角はおじさんのチームと被りましたと。はい、そしてしかも深夜にフッフッフスペシャルということで、実はですね、まあ、おじさん の配信 YouTube のやつを見てて、でその後ディスコードなんですが、誘われたので、私ちょっと、参戦、しました。まあですね、だから結構そこで言っております。で穴馬を中心に決めていますので、まあ、穴馬に関しては、そこでありますと。で、私はあくまでわしが言ったやつメインプラスはおじさんと被ったというところを載せます。全部載せるとも営業妨害になりますからね、はい、しかし私いくつか言った部分でやっぱり被ってる部分、ってこう納得お互いできる部分っていうのがありましたので、いつもよりレース多いです。いつも4つぐらいですけれども8つあります。はい、それとあとは、メインですが、まずは、はい、中山からいきましょうということで、はい、中山ですね、これは、まあ、2位4位5位8位9位が赤ですけれども、小さい数字で、います。大きい数字なのは、5位と9位だけですから、はい、ワイド、5位と9位を狙いますですね。はい、単独は9位です。まあですね、これも前半見て無理だったらやめた方がいいと思います。後半だけ、しかも100円ぐらいで買うっていう感じですかね。はい、まああまり勝負はしない方がいいと思います。そして、阪神に関してはもうかなり小さい数字です。マイナスの方がですね、プラスの方もそんなに大きくはありません。したがってかなり帰結化していますから、こちらは堅にします。無理しないで様子見が妥当だと思います。はい、で淡泊に書いてありますけれども平均値ですから好きな馬を飼う感じでいいと思います。もう普通の割合で来るということで、そこは割り切って買ってください。はい、ということで、今回中山阪神は私あまり、買いません。この普段の買い方ですね。勝負レースを、増やしておりますから、そこで買うことになりますということで、はい、まずは弥生賞からいきましょう。はい、これディープ記念というんですね、これね。はい、ですね、10頭だけです。しかも私が買いたいと思う馬がなかなかおりませんということで、穴を狙うことにしたんですけれども、罰で、はい、今のところ最低人気のフォトンブルーにしています。はい、黒三角なんかもありますけれども、なんでそんな風になったかというとですね、はい、まず見ていただければ、黒三角になっているやつが、5位の10番と8位の5番しかありません。丸にしようかな、あるいは二重丸に当たるものがありませんでした。はい、消しというのも7番、ぐらいですね。8番もちょっと嫌かなっていうようなもので、それ以外はもう三角なんですよね。だから自分もこれ買いたいっていう馬がいるわけでもなく、二重丸あるいは丸に押せるような馬もちょっと見えづらいんですよね、これね。一長一短なんですよ、これ。なので、こういう買い方します。単幅の10番を少しだけ買いますよ、これ。グリューネグリーン前歳、負けてますからね。だけどもまあたまたまなんじゃないかっていう期待もあって、それからバツの5番もう最低人気ですけども100円だけ買うと。はい、ワイド1,2,3,5,10で買います。はい、この5と結局人気の馬を私切っております。はい、まあだからこれでどうかな。トップナイフなんか来たりとか、タステエラがまあ来てもしょうがないですけど、2頭同時に来ますかね、っていうのがちょっとあって、まあこれだったらまあ1頭は来るかもしれないけれども、なんか穴狙った方が良くないっていう。はい、まあ10点買ってますけれども、もうほぼほぼ元は取れるという考え方。まあ 1,2 が来たらしょうがないですけどね、それ以外は10倍以上つくということです。はい、では勝負レースにしますけれども、これはですね、いつもの倍あります。したがって前半から、買うことになりますけれども、まず中山2レースです。自信度 F にしました。はい、黒三角15番マッティーナという
馬ですね、これね。はい、中山5位と9位をちょっと狙ってはいるんですけれども、はい、まずは9位でした。で、初ダートで外からうまく回ればっていう期待の馬です。他にですね、いろいろそのおじさんとまあまあ話した結果ですね、っていうような感じだったので、まあマッティーナ、大外からまた来てくんないかなと。それこそあれですよね、鷲津小田君がうまくやってきたように、今回は斉藤新太君ですけれども、さあどうなるか。はい、ワイドは7、8、13、15を買います。なんとかあくまで無理しないでくださいね。はい、続きまして中山3レース、これ自身の E にしました。7番のブライデストドーンという馬です。これ1位ですけれども、ヘマしないで乗ってこの相手では勝たないとと書きました。これ戸崎騎手ですよね、これ。はい、普通に買ってください。ワイド7、12の1点でいきます。で、3連単が、6、7、12、これでどうでしょうかっていうような買い方をします。よろしいですか。あれ、これ戸崎騎手じゃなくてルメールでしたっけ、これ。まあ確か戸崎騎手だったですよね。はい、まあダートが上手ということで、期待しております。3連単ちょっと買ってみます、これ。一応600円分ね、6点ですけど。続きまして、中山5レース、これも自信度 E です。はい、1番のボールドステートという馬、これも1位です。 2200m も 2000m も持ち時計1位です。もう結果が出てます。普通に回ってきてくださいということで、単幅の1番で普通に買えます。ワイドは1号1点でいきましょう、これは。はい、それからさらに中山6レース、これは自信度 D にしてます。20-6番のメタルスピードです。これももう来なければいけません。1位です。で、ブリンカーつけてからブレていません。この相手だったら連勝を見込めます。はい、よろしいですか。はい、単幅8番、勝負度合いは考えて買ってくださいと書きました。で、ワイドは3、6、7、9の4頭ですね。まあこれはちょっと穴も入れてるし、まあ来てほしい、馬もまああるというような感じと言えばいいですかね。はい、で、まだまだ続きますよ。これあくまでも半分ですからね。すいません、もうほぼ一発撮りでやっておりますので、ちょっと変な言い回しとかあったらごめんなさいね。続きまして、後半に行きますよ。はい、まずはですね、7レースですね。はい、自身の F にしました。これは黒三角12番のコースタルテラスという馬、これは5位だからっていうのもありますけれども、休み明けですけれども、前走だけ走れば足りるはずと書きました。まあタイム的に結構いい感じで来ていましたから、はい、狙います。単幅ただし12番100円コースでいきます。ワイドを7、12、13、15、16です。これは穴もありつつ、狙う馬もありつつっていうことで10点ですけれども、これも元は取れるはずです。そして中山トーレース、はい、これオープンの、総武ステークスですね。これ自身の F にしました。20-13番の鳳凰ルパンにします。なぜかというと、もう一頭の鳳凰トゥルースっていうのが非常に気になって、これを黒三角にしようかなと思ったけど、ちょっと来ないかなっていう率が高いんですね。で、なんでかって言ったら、これって鳳凰ルパンを勝たせるために出てきたんじゃないの。鳳凰軍団の、しかもブリンカーをつけて2頭出しなんですね、これね。しかも鳳凰トゥルース初ブリンカーなんですよ。だから何かあるかなって気がしてて、どっちか来ないかな。で、どっちかはさすがに鳳凰ルパンかなっていうの気がするので、タンプクは。だから無理しないで買ってくださいという感じで、タンプクですね。で、ワイドは4、5、13、14。これはもう鳳凰、鳳凰で決まれば嬉しいなっていうのはありますけれども、自信度は F です。そして阪神11レースのメイン、これも大阪城ステークスです。これが本当選べなくて、20-がまずいなくて、で、黒三角どれかな、まあまあ落ち着いていけるのかなと思ったのが、はい、ジェットモーションという馬にしました。1年ぶりで5着と躍進した感があって、まだまだ7歳だけどもいけるんじゃないっていうことで、ハンデですからね、おかしくないはずですから、はい、これを狙いたいと思います。単幅は4番、ただし自信度ほんと低く100円コースと書きました。で、ワイドは1、2、4、16、これ4頭実は今回出ている7歳の馬です。まあ4頭全部選びました。まあ来たら面白いでしょ、これ。
まあちょっとですね、オープンのレースあんまり自信はないんです。だからちょっとね、勝負しないですけれども、最終だけいきます。中山12レースの自信度 D にしました。はい、12番のドリームビリーバーです。これルメール騎手ですけれども、はい、まずこけるのは考えがたいということです。なんとかいいタイムの馬いるんですけれども、かといって4着以下にはちょっと考えづらいで、副賞もこのメンバーだと110円はないと思うんですよ。140、50円いくんじゃないかなと思って買います。勝ち具合で考えて買ってください。タントでワイドは12、14、1点でいいんですけれども、3連複的なものとかちょっと穴狙うんであれば最終ですから、おじさんの穴馬を期待して、まあそれをプラスしようかと思っておりますということです。はい、ですね、まあ、今回8レースやりましたと言いながらも、穴のレースもありつつ自信のレースもあります。土曜日は一応多少プラスになったんじゃないかなと思われるので、その中から勝負していただいてやると。で、今回普通の単複とかワイド全レースのやつは私はあまり勝負しないで、勝負レースのやつをちょっと様子見ながら、買ってみようかと思います。またですね、本当に勝負度合いが高い、臭いなっていう風なコンピが来た時はもちろん来週やりますけれども、ちょっと今週は割と落ち着いてる数字が多かったので、そういうことですね。はい、まあこの結果どうなるか、まあ、ちょっと穴狙いのレースもありますから、それが来たら楽しみですよね。はい、ということで答え合わせは早ければまた月曜日やりますし、ちょっと遅くなるかもしれませんけれども、これを、見ていただいて、あと答え合わせをしていただいて、あ、これはいいなと思ったら高評価をしていただいて、それからまあちょっといつ配信するか分かりませんから、それが分かるために登録していただければできると思いますから、よろしくお願いしますということです。はい、まあちょっとですね、3週間土曜日が調子悪かったんですけど、まあ、やっとまあまあまあな感じだったので、はい、日曜日はさらにこれで、勝ち続けていけるようにしたいと思いますということですね。はい、それではまた明日。はい、ありがとうございます。